夢と感動の放電現象、日本武道館世界タッグ選手権試合を迎えました。まずはチャンピオンチーム川田田植組であります。今宵3度目の防衛戦を迎えました。神々しいばかりのチャンピオンベルトを携えております。そしてチャレンジャーハンセン、テッド・デビアス組であります。6年ぶりの復活、6年ぶりの興奮。さあドクロのローハイドを履いております。脳内麻薬大量分泌、今時代が武者震いをしております。当初来日外国人リストにはミスター X として発表されておりました。その正体が明らかになった時、皆さんはいかなる思いを抱いたでありましょうか。チタンハンセンとのタッグで85年世界最強タッグ決定リーグ戦優勝、そして現在の世界タッグ王座の前身 PWF 世界タッグのベルトを保持、まさに泣く子も黙って息を飲む猛者たちが再びタッグを結成。チタンハンセン、テッド・デビアス組であります。今宵復活の日、日本武道館、時代が動くか、日本武道館。早くもチタンハンセンのオープニングウィーであります。1日、札幌にてボディ・ウィリアムス組を破り、第22代世界タッグチャンピオンズチームに君臨いたしました。後に三沢小橋組、そしてボディ・ウィリアムス組を相手に防衛成功、そして今宵ついにハンセン・テッド・デビアス組との一戦を迎えました。自分たちがデビューしたあの頃からすでに頂点を極めていた男たちとも一戦なるか、3度目の防衛戦。さあ正規軍、第22代世界タッグチャンピオン川田俊明、田植え、アキラ組を迎え入れます。天王山、日本武道館決戦。場内割れんばかりの川田コール、そして田植え、アキラ、手にするはもちろん世界タッグのチャンピオンベルト。相手を幾分警戒して川田俊明、ゆっくりとリングインであります。デインジャラス K、川田俊明、そして田植え明はダイナミック T のガウンを着ております。選手紹介、 PWF ロードプレイヤーズ会長によります認定証が今読み上げられております。60分の一本勝負で争われます世界タッグ選手権試合であります。ドクロのローハイド、ハンセン、そしてテッド・デビアス着用してまいりました。チタン・ハンセンであります。早くも所狭しと動きまくっておりますハンセン・デビアス組であります。今チャンピオンズベルトが本部席に返還されようというところです。約半年王座に君臨しております。第22代世界タッグチャンピオン川田田植組、それに挑むは6年ぶりの復活となりましたハンセン・デビアス組であります。絵も言われる緊張感が日本武道館に。さあ選手紹介だ。6年ぶりの全日マットの感触はいかに、テッド・デビアス、ウィー少年合唱団93、チタン・ハンセン。ドラゴンは世界タッグ選手権チャンピオンチーム275ポンド、タウエー、つぶらな瞳に小村立つ、タウエー・アキラ。川田俊明であります。相手から目を離そうとしません。川田、その空を七色の紙テープが彩りました。ならばまずは60分の一本勝負。さあ今ゴングを待たずにハンセンが吹っかけました。そしてデビアスは田植えであります。まだゴングは鳴っておりません。早くも先制攻撃、チャレンジャーチームハンセン・デビアス組。さあいつ鳴らされるか、いつ戦いのゴングは鳴らされるんだ。川田
怒涛の攻めを見せております。スタン・ハンセン、さあ場外だ、テッド・デビアスが場外でフォローだ、アシストするぞ。さあそして場外で大技を持ち込むか、川田をリングの中に戻しました。さあスタン・ハンセン、すでに1年以上世界のベルトから遠ざかっておりますスタン・ハンセン、それだけに今宵日本武道館にかける意気込みはひとしおのものがありましょう。蹴った、エルボーだ、おお、コーナーダウン、コーナーダウン、どうしたコーナーダウン、今のエルボー。さあ城樋口レフェリーの静止を振り切ってハンセンが怒涛の攻めを見せております。2位を引き下げた、足を押さえる、足を押さえております。デビアス入る、しかしこれ完全なタッチは成立しておりません。デビアス戻ります。さあ今タッチだ、テッドデビアス入ってまいりました。さあ早くもセカンドロープ、仁王立ちから両の手を落としました。さあ放送席ジャイアント馬場さん、この試合のポイントはやはりこのデビアスと思われますが、このテッドデビアスに何を期待されますか？いや、なんか期待するというよりもね、やっぱりもう6年間ね、はい、世界を股にかけてね、その経験をしてきたデビアスですから、はい、6年前のデビアスとはちょっと違いますしね。なるほど。そのいろんなタイトルマッチとかそういった経験もありますし、大会場の大雰囲気というものももう経験してますし、そうですね、年齢的にもね、もう本当に成熟した年齢ですからね、このコンビはちょっと大変じゃないですかね。そうですよね、まさに油の乗り切ったテッドデビアス、そしてスタンハンセン組、現段階最長のチャレン、最強のチャレンジャーと申し上げていいかもしれません。さあ蹴り始めた、あっと、さあそしてタウエだ、タウエでやります。さあボディスラムをしようとするところ、スタンハンセン嫌っております。さあニュートラルコーナーだ、さあハルカチョップだ、ハルカパンチだ、チョップだ、ハッタ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 、まさに春のアリ人生だ。エルボーです、2位を突き上げた逆水平、ハンセンの荒ぶる魂、今宵も健山であります。合体します、ハンセン、デビアス合体のショルダータックル、今ちょっとテンポがややずれた感がありましたが、さあそしてデビアスが残ります。サイドスープレックス、テッドデビアス、この全日マット昭和62年の7月サマーアクションシリーズ以来ということになります。ロープに振りました、カウンターで狙われました田上。さあそして川田が攻めます。さあ蹴り始めた、蹴る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 、速くなってきた、デビアスダウンいたします。どうなんでしょう馬場さん、この川田もそして田上もこのテッドデビアスとまみえるのは初めてということになりますが、なかなか臆するところございませんね。そうですね、まあ、デビアスもね、はい、この6年前の川田と田上は知らないと思うんですね、そういう意味でねデビアスはちょっと戸惑うんじゃないかと思うんですね、例えば川田のこういうキックの、はい、攻撃ですね。そうですね、しかしまあそのあたりは試合巧者のコットンこのテッドデビアスでありますから、徐々に自分のペースを作ってくることでありましょう。さあスタンハンセンとテッドデビアスが2度目の連携、2度目の合体、尾てい骨割りであります。先ほどは合体のショルダータックル、今度はこういうものがね、その今までのハンセンとエース、そういうこういうものがなかったんですよね。そうですね、思えば85年の世界最強タッグ決定リーグ戦優勝、そして現世界タッグの前身と申し上げてもいいでしょう PWF の世界タッグのベルトも保持しておりました。そういった意味でも何か馬場さん、ハンセンも安心して戦っているって気がいたしますね。そうですね、ショルダータックル、モンドリースはね、はい、慌てるところがあるんですね、はい、さあそして田上明です。振った、蹴った、ダウンしたハンセン、アンハンセン生き生きしております。まさに水を得た魚。そしてデビアスだ、またまたセカンドロープに登る、両の手を合わせました、幾分顔をあからめておりますテッドデビアスです。ブレインバスターカバーしました、アウトは1つです。さあデビアスです、すでに汗はびっしょりだ、あーまたカウンターで狙われた、上が田上だ、上が田上、
分を経過しております。現チャンピオン正規軍河原としやき田上明組全く休むことがありません。ややもすると馬場さん、この序盤戦はデビアスの出方を見てくるんじゃないかなと思ったが、思いましたけどそんなこと全くございませんね。そうですね、積極的に河原と田上にしてみればデビアスのことはよく知ってますよね。はい、逆にデビアス側に戸惑いありますか。そうですね、さあ早くも出ましたリングど真ん中。さあまだ完全な体勢ではありません。エタリアオープニングインはスタンガンセンダー。93のチャンピオンカーニバルでは20分を超える激闘の末スタンハンセンからピンフォール奪っております。この田原俊明であります。さあ場外に放り出されましたデビアスが追います。デビアスが追います。さあ徐々に自分のペースを持ち込むかボディースラムです。ちょっと腰を押さえております。さあリングに戻しそうな気配があります。さあ自ら手を伸ばしてタッチを求めましたスタンハンセンです。相手を見つめる川田の鋭い目がそこにはあります。さあパワーボムを持ち込むか腰を沈めました川田です。いい落としますスタンハンセン。積極果敢に攻めていきますスタンハンセン。蹴った川田です。神戸を耐えるスタンハンセンラリアット何やら叫びながら放ちました川田。デビアスデビアスエプロンサイドからあブレインバスターがブレインバスターが場外に転がし出しました。いやどうでしょう馬場さん、デビアスがいい役割を果たしてますね。そうでしょう、このコンビはやっぱり僕は素晴らしいと思いますね、はい。6年前のハンセン・デビアス組と比較になって、まだまだ序盤戦ですけどもどうご覧になりますか。いやもうその時分からね、このコンビはね、そのチームワークが素晴らしかったですよ、全く劣れるどころかむしろ磨きがかかっていると見ていいでしょうかね。そうですね、まあね今日6年ぶりとに組んだんでしょうけども、はい、全然その久しぶりということは感じられないですね。そうですね、アイルドライバーであります。両選手ともに本日のこの日本武道館決戦からの特別参戦であります。そういったところはみじんも感じさせないスタンハンセン、そしてテッド・デビアス組。さあ序盤戦は一進一退、ややもすると正規軍ペースではありましたが、ここに来てチャレンジャーチーム非常にタッチワーク早く自らのペースを作り上げてまいりました。打った合体するかエルボーです。デビアスが残ります。早くも汗がしぶきとなっております。カバーしました。アウトツー。さあスリーパーホールド、幾分心配そうな表情です田上明。しかしまだ目はしっかりと見開いております川田俊明です。川田にとっての93年日本武道館の夏、6月は馬場さんも大絶賛されました世界タッグ初防衛戦がありました。そして7月の日本武道館は三冠戦三沢とのシングルマッチありました。そして今宵3度目の世界タッグの防衛戦、夏の日本武道館、この川田俊明は全てベルト絡みの戦いでありました。いなしました川田。さあハンセンです。さあパワーボムかショルダースルー返しました。いやー叫びながら蹴った。しかし蹴った川田もちょっと足を痛めた。それほど激しい当たりでした。10分を経過して川田が振ったスピンキック、かわされたかわされた。さあ今度こそハンセンが狙いに行く。あー出たー、おーだ、パワーボムはスタンハンセン。
のミサイルキック、田上明。思えばタッグ結成2試合目で頂点に上りました、この田上。川田組ならばハンセン、テッド・デビアス組は6年ぶりの復活、その第一戦でチャンピオンに上り詰めることができるのか。振った、蹴った、デビアス狙う、場外転落、放送席前、テッド・デビアス。さあ今度はハンセンだ、ハンセンを狙う、ラリアット。さあ川田に指示を出した、ハンセンもこちら側に振れという指示を出しました。まだまだ場外テッド・デビアスいる、いった、喉輪落とし、高さはないが右手の喉輪落とし、カウンター中。さあ重低音ストンピング攻撃、遠くでの雷、遠雷を聞くような重低音ストンピング攻撃、超満員日本武道館。デビアスがまだ生還しない、これはチャンスだ。2対1、チャンピオンチーム優勢。さあ川田をバックドロップ。さあそしてハンセンが、ああ田上をバックドロップ。まさに気を見てみんなにアウンド呼吸、ハンセン、テッド・デビアス組でやります。さあ今の岩石落とし連発で時代の分水嶺、川の流れはどちらに抜くんでしょうか。チャレンジャーチームか、パワースラムだ。はい、だいぶ川田がやられてますからね、ちょっとピンチですね。はい、ハンセンが振る、デビアスが投げる、チャンピオンチームピンチ、デビアスが促す、そしてハンセンが応えるか。早くも拳は握っている。さあ絶対絶命のピンチ、崖っぷち、ああショルダータックル。さあただ首を持たれた、新たなる全日首刈り伝説の始まりか。田上クリア、脳天チョップ。さあまだ川田が怪我ることができない、ビティコツバリラリアット、見事な連携、新チャンピオン誕生。田上川田組、王座陥落、一敗地にまみれたり、なんという力、なんという強さ。わずかに13分と12秒、放送席前、放送席だ、今度川田にラリアット。反戦、反戦、四十四にしてビンビン男、まだこのハンセンチーム、まだ余裕のあるような表情ですよね。そうですね、これは大変なチームですね。まさに恐るべし、6年ぶり、まさに王政復古と申し上げていいでしょう。ハンセン、デビアス組、驚きました。さあまだ川田起き上がることできない、チャンピオン、新チャンピオン誕生。あまりに痛々しい田上川田組、いやー疲れを知らない新チャンピオン、世界タッグベルト、そして優勝トロフィーを授かります。いやー馬場さん、これは、まあ、次期シリーズ、ジャイアントシリーズにも参戦が決定しているデビアスですが、これから年末この世界タッグは恐ろしくなりそうですね。そうですね、やっぱりこのチームを目標にしてみんなが向かっていくんでしょうね。そういう展開になると思いますね。時代の分水嶺が変わりました、流れが変わった、新チャンピオン誕生、第23代新世界タッグチャンピオン、ハンセン、デビアス組で誕生であります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送はここ日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお届けしております。まだまだ戦い終えてなお余裕があります。デビアス、スタン・ハンセン組、完全復活であります。今がっちりと肩を組み、リングを後にいたします。恐るべきチームが復活いたしました。世界タッグ選手権試合をお届けいたしました。